かな。ゆうちゃんお願いします、はい。続いてはこちらのコーナーをお送りします。題してあなたに最新情報をお届け、にじちゃん情報局。よいしょ。さあ、ここからはにじちゃん情報局として最新情報のお知らせをみんなでお伝えしていきます。やだ。はい、まずはですね、先日公開された嬉しいお知らせからさせていただきます、うん。1月のシックスライブ神奈川公演で開催をお知らせしました。セブンスライブの情報が先週金曜日に映画のお知らせとともに公開されました。やったー。はい、タイトルはですね、ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会セブンスライブニューときめきランドです。開催は2024年10月19日土曜日、10月20日20日ですね、日曜日で、会場は K アリーナ横浜です。はい、チケットの最速先行抽選申し込み券はデイワン公演がニジオンアニメーション2、ニジオンアニメーション2主題歌シングル、虹ヶ崎学園効果にデイ2公演がニジオンアニメーション2ブルーレイボックスに封入されております。はい、こちらあなたのご参加お待ちしております。あります。はい、続いては音楽商品情報です。ニジオンアニメーション2主題歌シングルの虹ヶ崎学園効果が発売中でございます。主題歌としてのロックバージョンと虹ヶ崎学園の効果として歌い継がれるピアノバージョンの2曲が、収録されております。こちらにはセブンスライブデイワン公演のチケット最速先行抽選申し込み券が封入されています。初回生産限定の特典ですのでお見逃しなく。抽選は4月26日正午より受付開始です。ということで、CD こちらあります。です。はい、ぜひ皆さんゲットしてください。お願いします。続いてはブルーレイの情報です。ニジオンアニメーション2のブルーレイボックスが6月26日に発売となります。現在予約を受付中です。ここでしか見られない新作アニメーションや宮古人さん書き下ろし4コマ漫画ブックレットが封入されています。さらにセブンスライブデイ2公演のチケット最速先行抽選申し込み券が封入されますのでぜひチェックしてみてくださいね。ということでここに、サンプルがございます。はい、ここでーす。こちらです。はい、かわいいね。かわいいね。色合いめちゃくちゃおしゃれ。はい、こんな感じです。皆さんぜひゲットしてみてください。はい、続いては新情報です。すでにお知らせされていますが7月31日水曜日にシックスライブのブルーレイメモリアルボックスが発売予定です。はい、本日なんとジャケットデザインを公開しちゃいます。はい、こちらをご覧ください。おい、これあれなんですよ、シックスライブのパンフレットにですね収録されていたイラストなんです。そちらがジャケットデザインになっちゃいました。はい、